日本の場合やっぱり何年かしてこの会社は潰れないかもと思ってからみんな転職していくんですよ大企業系の会社とかに入っちゃったりするんですよね学生上がりの人はやっぱ怖いって思っちゃいますけどね何十年も経ってもこんな感じなのがめっちゃ面白い全然そう <laughs> もうだって2024年ですよ2024年になってもこうなってるっていうのがやっぱ <laughs> g コンピュータータってあっっったたじゃゃなないですか判決になっちゃったけど、うん、あそこなんかもったいないなと思って、うん、そうなんです、ね、もう結構注目してたんですよ、はい、あそこは5年前ぐらいにエヌビリアとほぼ対抗するようなチップ作って、はい、で,、うん、で彼らは敵心で、うん、あのとにかく消費電力値の能力で世界一目指すってで実際世界一取ってるんですよ。はい、っていうぐらいすごい会社で、はい、やってることはすごいしなかなかその。 そののトップの斉藤さんっていう人も、はい、ちょっと飛んでる、まあ、もう本当ある意味紙一重の大風呂敷広げる人なんだけど、はい、だから僕はあそこはひょっとするとその日本初の AI ハードベンチャーになるんじゃないかなと思って期待してたら今回のあれでこけちゃったからそうですよね,で,すよねでも技術だけは残ってんじゃないですかそうですよねいや分かんないですけどその買い方買い方が分かんないですけど。でどでもなんかままだ会社存在してますよ<ー> これから多分有罪判決であれ執行猶予ないからあの人いなくなっちゃいますよね4年もったいないですよねどうすんのエンジニア辞めちゃったらもったいないからまだ残ってるみたいですけどほかにもでも技術を引き継いでる人はいるんですよねそうですよねいるんですよだからあそこをなんとかするとかするといいんじゃないかなと技術的にはね思いますよ結構ニュースになってでも一回ニュースになるとみんな悪口しか言わないじゃないですかでもそういうところはでも逆にチャンスですけどそうです でプリ彼らも何かチップ作るって言ってから何も出てこないじゃないですか。でプリファードはもう前前から作る作るってお金集めてるのに出てこないのになんかアメリカの初めて聞いたようなベンチャーがボーンと出てくるっていうのをちょっと悔しいかな。うん、なそこはねいろいろハードウェア作ってる身からするとすごい分かりますよすよごい変な金持ちが突然じゃあ100億出すよ。とかって言ってくるんですよねアメリカの場合ね。 といいうところはあるんじゃないですかだからみんなアメリカでやりたがるんじゃないですかだからなんかとんでもない金持ちがとんでもない面白いことにポンって金出して失敗してもいいからやってみろよみたいな感じの人が絶対数がやっぱ多いですねだから結局確率論じゃないですかでそういう人がアメリカには1万人いたとして日本に100人しかいないってなったらまあほとんど出てこないよねっていうだからたまに出てきますよ多分。 まあ,ペジーはあれは政府の補助金とのあれもあれまし補助金ってちょっと日本独自の裏技だけどアメリカは確かにそのリスクマネーと言われてるお金の量がすごいでもあれですよその宇宙開発みたいなもっと巨額の金が必要な分野はやっぱりアメリカも補助金ですから、ね、スペース X なんても多分何千億ってもらってますからうち、んうん、もくださいよってちゃんと堂々と日本政府に言いに行ってますけど勝てないですよそうじゃないとっていう。 でも宇宙開発はね国に紐づいてますから安全保障にも紐づいてる話なんで、うん、国策として何とかしてくんないと困りますよってでやってるじゃないですか僕らも作ってるじゃないですかでファイアフライっていうベンチャー企業があのロケットまた打ち上げるんですけどこれ2回目の打ち上げなんですけどそこなんかもう,うちと同じぐらいの時期に会社は立ち上がって1回破綻してるんですよねで破綻した後また別のオーナーが買ってでまた別のオーナーに売って で初めて打ち上げ成功して2年ぐらい前にでまた今回打ち上げるって話なんですけどそういうダイナミズムはありますよね多分一番最初に投資した株主大損大損というかゼロになってるわけですけど3回目に投資した株主はちょっとチャンスあるかもみたいなそこで人材の集ままり方も違いいすよね日本の場合やっぱり何年かしてこの会社は潰れないかもと思ってからみんな 転職していくんですよでも別に潰れたっていいじゃないですかね給 <laughs> ねいやだからそれがなんで怖いのかが全く分かんなくて「うん、潰れた会社だけどあの会社いい技術開発してたよね」とかって、うん「お前そこにいたんだ」っていや「いい経験させてもらいました」ってすぐ取りますけどね。うん、そうでアメリカのベンチャーってやっぱ面白い会社にはすごい人が集まってくれるのでたとえ潰れたって言っても、はい、そのすごい人と出会える、はい、でその人だとネットワーク作れるのでまた一緒にどっかの会社、はい 行ったり、作ったりっていうのはできるかな。うん、そういうダイナミズムが、ちょっとないかなって。うん、僕なんか、いや、でも日本でロケット作りたいっつって、うちの会社に入るしかないと思うんですけどね。とかって言うんだけど、うん、大企業系の会社とかに入っちゃったりするんですよね。うん、やっぱり。っやっぱベンチャー企業入んなきゃ。ベンチャーだか <laughs> <laughs> いや、そりゃそうですよ。や,やっぱみんな、学生上がりの人はやっぱ怖いって思っちゃいますけどね。 いや本当面白いな。何十年も経ってもこんな感じなのがめっちゃ面白い。全然、ね、そう。<laughs> もうだって2024年ですよ。2024年になってもこうなってるっていうのがやっぱ、これはね、割とね、日本の特殊なマインドかもしれないです。うんねうん、これはもう国によって本当にマインド違うなとか、もう本当宗教みたいなもんだと思います。だってイスラエルに行ったら7割起業するんですよ。で、もイスラエルって、うん、え、7割も起業するんですかって。いや、僕たちはもう世界で そのメインストリームから外れただかのところにいたから公務員とかもちろんなれないわけですユダヤ人ってだからだかの新しいテクノロジーとか新しい枠組みだから金融工学とか,だか金だの分野でらであんな強いからだ、まあ、あからだ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 からるからだ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 から 全然意図わずに自分たたちででそういういい仕事をしていったんでその例えば金融分野でユダヤ人って強いって言われますけどベンチャー企業を作るしかないんですよね彼らは自分たちで事業を作り出さない限り自分たちが死んじゃうんでそれがもう民族としてその中にインストールされてる文化になってるからそこは違うのかもしんないですねまあアメリカなんかもフロンティアを開発していくことがやっぱり国を作って100年間ぐらいずっとそういう状態だったんでまあそういうマインドが。 国全体にある、まあ、日本の場合はそういったところは確かにないですよねまあの優秀なエンジニアだったら別にいつでもどこにでも就職できるから別にベンチャー企業入って潰れても何にも困らないんですよ。今だったら AI が入ったおかげで仕事の仕方が大きく変わろうとしている簡単な提携業務みたいのはもう AI がやる時代になるっていうのは目に見えてるのでまずそれを肌感覚でつ,、ま、つかむ。 要は AI いじってみて、あ、こういう仕事だったら AI やっちゃう時代だなみたいなのを、やっぱり感覚としてどっかの、誰かのメルマガを読んで学ぶんじゃなくて、自分でいじってみて、掴むのはすごい大事だと思う。そうすると、この仕事、例えばここの就職虫のこの仕事に就いたとしても、あれって AI でもう3年後には取り替えられてるなっていうのが見えてくるので。それはチャット GPT とかでもいい。チャット GPT でもいいし。本当はそれで恩恵を受ける人たちが使ってないんですよね。 ですよね使う人は少なすぎますよねちょっとねうん文章を紡ぎ出すのが下手な人とかは使えばいいと思ってるしでも、X、のクソリップはちょっとずつ減そう思いますあはい X のリップのためにあこれどう考えてもチャット GPT で作ってるんだみたいな<ー>丁寧な文章が増えてきましたあそれはいい,いいことです、ね、いいことですよそういいことなんですよだから大脳で考えてる自分のそのまあなんていうの人格の一部なのかもしれないけどそれがどんどん AI になっていってるんですよね そのだから IQ もう今中央値100超えてるって言われてますけど AI って100以下の人って半分いるわけじゃないですかその人たちにとっては賢くなるためのツールですよねだから賢く振る舞うためのツールですかねまあそうですね、うん、まあでもうちの嫁さんなんかもあのメールで英語で答える時はもう下書きをチャット GPT に渡してきれいにさせてっていうのをやってます確かに私も「先生に送るやつです」「丁寧にしてください」とかって日本語をやるとすごいきれいな英語出てきますよね めちゃくちゃ便利。でもそれをやっちゃダメっていうのは、もうスマホ使っちゃダメとかうう、電卓使っちゃダメみたいな、ね、そうそう,そうだから今もうまだ保守的な先生はそのレポートはチャット GPT 使っちゃダメとか言ってるかもしれないけど、でも今受けてる授業の中にチャット GPT を使ってそれを。 踏まえた上で自分で書き直せなさいっていうレポートが出たりとかしてますね。それ意味ある。意外とじゃチャット g. P. T. っ,って間違えてるので、そこを授業を踏まえて直すかっていうのは。それはでも、多分過渡的な話だな。<ー> <laughs> うん、どんどん精度上がっていくと思うので、チューニングされてるんで、どん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 。まあ、でも、まあ、こうから否定してないだけ偉いじゃないですか、先生。うんうん、いや、でも、翻訳は本当に楽になりましたね。もう、めちゃくちゃ楽ですね。めちゃめちゃ楽ですね。 論文とか読むのがめっちゃ楽になりました英語のそうポンって出てきた一瞬で理解できるんであこれは本物の技術だなとかこれちょっと前つばだなとかいうのがすすぐにに判別原点に当たれるんででめちゃくちゃゃく楽ですね今まで読むのめっちゃ時間かかってましたからねいやすごい便利になってますよっていうようなことを言いたかったのと僕はあとイラストとか絵描くのが下手なんでめっちゃ助かってますっていうか。 よかったお礼かけなくてとっすら思ってますね今回僕ちょっと一個ビデオ講座みたいのを作ったんですけど、はい、その時のその挿絵は全部チャット GPT に作らせてんでなんかプロンプトでもうまずは最初の部分にその水彩でこんなイメージでっていうその絵柄の風味だけを記述しといて、はい、でそれにプラスアルファ何をかけっていうのをやるとちゃんとその絵の雰囲気が統一されたのが出てくるのでんですっごいよかった。 そうイラストレーターなんてなかなかなくならない職業だって言われてたけど逆に俺もイラストレーターになれるわっていう、うん、一時ほらイラスト屋っていうあの映画はやったじゃないですかあれも多分置き換えられちゃう、ね、れいますねでも AI イラスト屋の新サービスで AI が描くイラスト屋風のイラストを出せるサブスクサービスを始めてるんですよ メルマガでずっと読者なんでちゃんと読んでるんですけど俺言わなきゃいけないと思ってすっごい読者増えてもう爆発的ですよ3倍以上になりましたええすごいでもおっしゃる通り売り時のタイミングはさっきの僕のビットコインの話と同じで中島さんの株は買って寝て待つっていうよっぽどのことがない限りはというのが基地ですよ本当長期投資本当に10年以上いい会社の株持ってるといい強いですよ 最近だからスティーブ・アルマンの財産がビル・ゲイツを超えたんですよなぜ、はい、かっていうとスティーブ・アルマンって売らなかったんですよへえ<ー>彼は8パーしか持ってなかったのにほとんど売ってない,いでビル・ゲイツは40パー持ってたのに全部売っちゃったっていうので逆転ついにえすごいまあまあ資産を増やすって意味ではよビル・ゲイツはほらねあのビルメリンダ財団とか作ってさまざまな活動にものすごい金投じてるからね